これね、今畑から取ってきたすごくいいネギなんだけれども、これ今回農協に出荷しましょうってことで、ここの地主さんのネギなんだけど、ちょっといただいたんだけれどもね、でこれをね農協に出荷するにあたって企画を聞いてきて、でそれについて俺ちょっとそれどうなの農協さんって思ったんで動画撮ってるんだけども、まあ結局のところね、こういう姿のネギってスーパーで見たことないじゃん。俺も見たことない、よくよく考えると。考えたこともなかったんだけど、企画を聞くまでね。で結局どういう風にするのかっていうと、まずここ3本、まあこれもう少し伸びてからってことなんだけども、この3本になるまで皮を剥けっていう話だったのさ。つまりどういうことかっていうと、1回しかできないからきっとするけど、まあこうやって1本になるまで剥いて、まあ元をほらちょっと皮剥いて、ここの皮を剥いてね、剥いてね、エアコンプレッサーとかで風を吹きながら剥くんだけども、こうやってね、もうちょっとここね、もうちょっと綺麗にするんだけども、こういう状態で下から60センチのところでスパッと切って、その状態で出荷しろと。ね、この状態だったらね、あれ随分こう見たことあるような形になるよね。スーパーに並んでるネギになるよね。ね、で俺がやっぱね、俺だけじゃないんだけども、やっぱ気になったのは、ちょっと待ってね、この部分もったいねえじゃんって。この剥いた部分ね、食べれるのに剥いちゃうんだよ。でこれどうするかって言ったら廃棄じゃん。どうやったって食べれないし、まあ食べようと思えば食べれるんだけどもさ、ね、特にここなんてさ、ね、この白いところ完全に食えるじゃん、ね、表面の土ついたところだけ取ってしまえば食えるんだよ、ね、なのにここまで剥いてしまえっていう話なのよ。でその上でここの長さが30センチ、白いところが30センチはなきゃダメだと、曲がりが何センチまでとか、太さがなんぼでなんとかさ、まあそれはいいのよ、それはいいんだけど、もったいねえじゃんもったいねえじゃん。だってこの SDGs だのさ、フードロスだの言われてる時にね、こういう風になるまで、ちょっと待ってね、こういうものをね食べれるところを廃棄しろっていう話ってちょっとどうなのよって思わない？いや思うでしょ普通に。俺は思うよ、もったいねえじゃんと。まあここなにラーメン屋に臭み消しでどうぞってやるってめんどくせえじゃん、吸ったことね、はっきり言えば。全部ついたまま出せれば一番いいんだけども、なんでこういう風になるのかっていうと、まあ、あのお店とか、農協とかね、まあ、農業関係者に言わせると、消費者がこういう風な綺麗な形を望んでるから、こういう風にするんだっていうのさ、まあ、それ消費者のせいにしてるのよ。違うでしょって。消費者だってあれついてる方がいっぱい食べれていいじゃんって思うじゃん、思うはずだよ。もったいないと思って、それくれれば食べるのにってね。じゃあなんでこうするかっていうのは、これはこの同じ形であれば1本100円とか、ね、値段をつけやすいのさ、売りやすいのさ。で段ボールにもピチッと入って、その段ボール1箱でなんぼおいくらってなって、でそれでいくと計算がしやすくて、運搬をしても流通させやすいって、流通側の事情なのさ、消費者の事情じゃないのよ。消費者のせいにしてるよ現場の人たちはね。消費者は綺麗なのを望むから、まあそういうのもあるにはあるけど、それよりももったいないじゃん、さっきのっていう気持ちのあるんだ。だから全部の消費者が綺麗なのを望んでるわけじゃないのさ。流通側がこういう、ここから60センチスパッと切って3本で、姿形が同じだったら全部どれ箱開けたら全部1つ1本で売れると、3本で200円にするかなとか250円にしようかなとかできるじゃん。簡単にね、品出しもできる、市場でも値段つけやすい、仲買い卸、そういう人たちも計算がしやすい、取引がしやすい、全部同じだったらっていうことで、こういう無駄が生じてるっていうことなのさ。でその言い訳が、消費者が綺麗なものを望んでるからだっていうのは俺納得いかない。消費者は、まあそういうのを望んでる人もいますね、いますけれども全員じゃないです。ちゃんともったいないで、さっきのところもくれれば食べるのにっていう人いっぱいいますね。だからこれ人にね、近い人にあげるときは何も剥かないでね、そのままあげたりするんだけど、このまま日持ちするしと、こういう外側の皮もついてる方が日持ちするからあげるよと、そのままやると、やるんだけどその方が喜ばれるしね。だからなんつうんだろうね、その流通側の事情を消費者のせいにして、その手間を農家にやらせて、農家ももったいねえなと思いながらも、まあ、買ってくれる市場とか農協とかお店のやっぱ都合に合わせていろいろやってるんだけども、やっぱなんかその歪みがね、現場と消費者に押し付けられてるような感じがして、俺は納得いかねえなって
思います。まあこれ取引先が消えたとしても別に関係ねえんだけど、俺は別の稼ぎがあるからさ、ね、だから言うんだけどもね、だから流通の人たちもさ、消費者のせいにすんなよって、でその手間を農家にやるなと、ね、いいじゃん別にと、ね、少しぐらい手間かけながらおめらもとは思うよ、ね、だからついたまんま泥ついたままでキロなんぼでもいいじゃん、少し安くしてくれば手間も手間賃かかんねえんだから、ね、それでもいいしこっちは、で消費者としても、まあ、その方がいいなと、綺麗なのが欲しいって人は綺麗な方を買えばいいしって選択肢を増やしてあげたっていいじゃんって、まあ、そういうふうにいろいろあるのよ、いろんな業界の都合があっていろんなところに理由をつけて、まあ、理由をつけてることは責任を押し付けてることになると俺は思うんだけれども、どうなのそれって思うんだけども、まあ、とりあえずネギに関してはね、よいしょ、こういうさ、まあ、ちょっと雑草も入っちゃったけど、こういうもったいない部分、食べれるのに投げなきゃいけない部分が生じてるんだよっていうことで、その理由が消費者の形なんだよっていう話になったりしてると、おお、やっぱおかしいなって、俺はもったいねえなって本当に思ったもん、なんでこんなことするんだろうなって、手間だしなっては思います。だからこれをどう思うかっていうことをね、やはり消費者の人たちもやはり知ってほしいと思うし、なんとかね、なんとかこう、そういう意見もね、欲しいなと思う。どう思います？本当に皆さん。まあ、この方がやっぱ見た目かっこいいし、ね、やっぱかっこいいじゃん。わかるのさ。だけども、食べれたところ結構投げ出さるの。一本だったら、まあ何回も困ったりなんだけど、一本だったらたった根気だけども、ね、ネギ何万本、ね、何十万本、何百万本ってなってくれば、ものすごい量の食べれるネギが捨てられてるってことになるのね。まあ、土に戻して肥料になるかもしれないけど、食べれたものなんだよ。なんかもったいないと思わないですか、ね、俺はもったいないと思った。なんかなんとかこういうのならないのかなって、今フードロスだの SDGs だの言ってるんだから、そういうところね、国内自給率低いんだから、なんとか上げていくには無駄を減らすっていうのも大事なんじゃないかなって思うんですけど、皆さんはどう思いますかっていうことで動画終わりにしたいんだけども、本当にどう思います？綺麗ですごくいいんだけどね、まあ、俺も綺麗でね、かっこいいなって思うよ、やっぱり。だけどもやはり無駄もあるんだと、投げてるところも捨ててるところね、うん、投げてるってのは姿勢だけど、捨ててる場所もいっぱいあるんだっていうことで、その理由はなんでそれやるかって言ったら、消費者のせいにされてるところもあるよっていうことを知ってほしいし、でその手間はどこに回ってくるかっていうと、農家に回ってきてるとね、全ては流通のためにかなっていう感じもするからさ、まあ、こういう現状があるってことを一つ知っておいてもらいたい、そして考えてもらいたい、それに対して意見があったらそれぞれ SNS で出してもらったり、ね、いろいろやってもらいたいなと、俺の YouTube のここの動画のコメントに残してもらってもいいし、そういうふうにやってもらいたいなと思います。みんなで考えてほしいなと思っていますんで、よろしくお願いします。